皆さんこんにちは、みゆにわチャンネルのみゆきです。今シーズンヒヤシンスの水栽培やりましたか？瓶の中で根が伸びる様子も見られて本当楽しいですよね。ヒヤシンスの水栽培のやり方を調べてみると、冷蔵庫に入れた方が良いとか入れなくて良いとか、それから芽が出るまで暗いところに置いた方がいいとか、置かなくて大丈夫とか、いろいろなことが言われています。できるだけズボラに管理したいと思う私は、ヒヤシンスの球根をそのまま室内で水栽培したら生育にどう違いが出るんだろうと気になりました。そこで今回の動画ではヒヤシンスの水栽培の実験を行います。冷蔵庫に入れる、暗いところに置く、明るい室内に置くなど条件を変えてみて、どれが一番よく成長し綺麗な花を咲かせるのかを試してみました。しかも根っこはよく伸びたんだけれども、花がうまく咲かなかったという原因も今回分かりました。衝撃の結果は動画の最後に載せていますので、ぜひ最後までご覧くださいね。みゆにわチャンネルではズボラくらいがちょうどいいをテーマに、簡単にできるガーデニング情報をご紹介しています。興味がある方は最新動画を見つけやすくするためにチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の実験はヒヤシンスの球根を4つ使います。それで条件を揃えて実験していきます。どんな条件かというと、同じくらいの大きさの球根で全てピンクの花が咲くものを選びました。ヒヤシンスの水栽培の実験方法についてお話しします。こちらの2つは冷蔵庫に入れる組、こちらの2つは冷蔵庫に入れない組です。冷蔵庫に入れる理由は、ヒヤシンスは低温にさらさないと花芽ができないという性質があるからです。冷蔵庫に入れる期間を調べてみたら、2週間から最大2ヶ月と書かれているところが多かったです。今回実験開始の今日が11月27日ですので、もうすぐ植え付けのタイムリミットが迫っていることから、今回の実験で冷蔵庫に入れる期間は2週間とします。こちらの2つの球根は2週間室内に置いてそのままにしておきます。2週間後の12月11日に水栽培開始です。それぞれ2つの球根を室内の明るい場所に置くものと、芽が出るまで暗い場所に置くもので分けました。暗い場所に置く理由は、土の中にいると錯覚させるためとよく言われています。実験に入る前にヒヤシンスの水栽培の実験の予想をしてみましょう。皆さんも予想してみてください。どれが一番よく成長して花を咲かせるでしょうか？ヒヤシンスの水栽培のやり方でよく言われていることを考えると、冷蔵庫に入れる、芽が出るまで暗い場所に置くという球根が一番よく成長するのではないかなと考えられます。というのもですね、ヒヤシンスは寒さに当たらないと花芽がつかないということなんですね。ですので、もしかしたら室内に置いておいた球根は花が咲かないこともあり得るかもしれません。成長のスピードや花芽のつき方が条件によって変わってくるのではないかなということが予想されます。それでは早速ヒヤシンスの水栽培の実験を始めましょう。実験開始の今日は11月27日です。球根2つを紙袋に入れて冷蔵庫の野菜室に入れます。こちらの球根を冷蔵庫に入れる期間は2週間、一方でこちらの球根2つは室内に置いたままにしておきます。ちなみに室内は暖房を23度に設定しています。夜間は暖房を切っています。そして冷蔵庫組と同時に水栽培をスタートさせたいので、2週間このまま部屋に置いておこうと思います。今日は12月11日です。ヒヤシンスの球根を冷蔵庫に入れてから2週間が経過しました。冷蔵庫の球根を出してみます。こちらが2週間室内に置いておいた球根です。これは2つとですね、このような感じで少し上から芽が出ています。下の根っこの方は特に何も変わらずという感じですね。では冷蔵庫に入れていた方も開けてみます。出したてなのでとても冷えた状態になっています。こちらも2週間前と比べて、ここですね、芽が出ているような状況です。
やっぱり少し違うのは光に当たっていたからだと思うんですが、室内に置いておいた方は目が緑色なのに対して冷蔵庫に入れておいた方は目が白っぽい感じになっています。それではこの4つの球根を使って水栽培をしていきます。水栽培のやり方なんですが、こちらのような水栽培専用の花瓶を使ってもいいかと思うんですけれども、100円ショップで売っているような瓶がありましたら、ワイヤーを使ってぐるぐる巻きにしたりひねったりとかして球根を乗せるスペースを作るとですね、普通の瓶でも水栽培を作ることができます。今回はこの4つの花瓶を使って水栽培をしていきます。水を入れる量がポイントになります。花瓶に球根を入れるとですね、ここまで球根が入ります。この球根の下スレスレのところが水に浸かるように水を入れるのがポイントです。球根が水に浸かりすぎてしまうと腐る原因にもなりますので、水の量は特に注意してみてください。このような感じで瓶にラベルをつけてみました。今すでに水も入っている状態なので、ここに球根を入れていきます。こんな感じで球根の下スレスレが水になるようにしていきます。球根が水に浸かりすぎてしまうと腐ってしまうので、水の量には注意してください。もし水が足りないなと思ったら少し水を足してみます。この水を入れる微調整がちょっと最初難しいんですよね。すべての球根を同じような感じでセットしていきます。このような感じで球根すべてが花瓶にセットされました。それではこれを暗いところと明るいところに分けて置いていきます。4つの球根を1箇所に置きました。どうやって暗くするかというと、今回は段ボールをかぶせてみます。こちらの段ボールをかぶせた方は芽が出るまで暗いところに置いておきます。右側の方はこのまま明るいところで管理をしていきます。それぞれこの後どのように成長するのかを比べていきます。今日は12月31日です。ヒヤシンスの球根の水栽培を始めてから20日間が経ちました。このようにしっかりと芽が出ていて、根っこもわさわさたくさん出ている状態になっています。段ボールをかぶせておいた方も開けてみたいと思います。どんな感じになってるんでしょうか。暗いところに置いておいた方はかなり目が白っぽくなっているのがわかりますね。見た感じだと冷蔵庫に保管しておいて、暗いところで育てたものが一番目も大きくて根っこもしっかり出ているような感じがします。室内で保管しておいた球根はちょっと根が少なめかなという印象です。ただこの室内に保管しておいて明るいところで育てた球根はもう芽がパカッと割れてきていて、花芽が見えているような感じになっています。ここから差が出るのかどうかがちょっと楽しみですね。すべて芽が出たので、ここからはすべて明るいところに置いて様子を見てみます。1月になって全部花が咲きました。部屋中がすごいいい匂いで包まれています。4つある中でどうやって育てたかというと、まずこちらが球根を室内保管してその後明るいところで育てたもの、こちらが球根を室内保管して芽が出るまで暗いところで育てたもの、こちらが冷蔵庫に2週間入れてから明るいところで育てたもの、そしてこちらが2週間冷蔵庫に入れて芽が出るまで暗いところで育てたものです。花が咲いてみると思ったよりこうあまり違いが出なかったっていうのが正直な感想です。一応全部綺麗には咲いています。ただこちらですね、この室内保管して芽が出るまで暗いところで育てたものが若干花が遅いかなっていうくらいです。もうちょっと詳しく違いを見ていきますね。根っこの伸び具合を見てみます。根っこはどれも一応綺麗に全部出てはいるんですけれども、こちらの冷蔵庫に入れたものですね、こちらの方がしっかり根が出てきたなという印象があります。根の長さとか本数とかしっかり全部が出たという印象です。室内で保管していた球根の方に比べて冷蔵庫で2週間保管したものの方が根がしっかり伸びています。
続いて茎の太さについてです。ヒヤシンスってよくここの茎が伸びなくて綺麗に咲かないっていう話をよく聞くんですけれども、今回やった実験に関してはどれも一応茎は伸びています。ただやっぱり若干太さが違っていまして、もう芽が出るまで暗いところに置いていた方ですね、こちらのこの2本なんですけれども、こちらの2本の方が茎が太くなりました。でこちらの明るいところで育てた方はまっすぐ茎は伸びてはいるんですけれども、やや茎が細くなっているかなという印象です。こんな感じで12月にスタートした場合は、冷蔵庫に入れていても、室内で育てていても、それから明るい場所で育てても、暗い場所で育てても特に問題なく育つっていうことが分かりました。まあ、ただちょっと1点問題なのがですね、こう今この向きで撮っているので、どれも綺麗に生えているように見えるんですけども、実は冷蔵庫に入れていた方だけですね、このようにねすごい茎が曲がっています。原因がなぜだかは分からないんですけれども、室内で保管していた球根はまっすぐ育って曲がりとかは出ないんですけれども、冷蔵庫に入れた方だけ本当もうこんなビヨンビヨンに伸びてしまっています。なんかこれなんかもう逃げ出してるのかなくらいな曲がり具合なんですよね。昨日はもうちょっとまっすぐだったんですけども、今日気づいたら1日でこんなに斜めになってしまいました。ちなみに今年は全て12月から水栽培をスタートしたんですが、去年10月に始めたものがですね、実は根っこばかり育ってうまく咲きませんでした。根っこがかなり立派に出ていたんで花も期待してたんですけれどもね、1月を過ぎて2月頃になって、あ、花芽がちょっと見えてきたかなっていう風になったら、なんと花がうまく出ずにそのまま茶色くなって枯れてしまいました。おそらくなんですが、10月にスタートすると球根が十分に寒さに当たっていないからうまくいかなかったのではないかなという風に思っています。10月に球根を購入した場合はですね、水栽培をいきなりもう始めてしまうのではなくて、冷蔵庫に入れなくても大丈夫だったので、涼しい玄関とかですね、そういうところに置いて寒さに少し当ててから12月に水栽培を始めると失敗がないのではないかなと思いました。今回こうやって12月にスタートしてみたものは、どうやって育てても本当にうまくいったんでね、球根の水栽培は10月の球根出始めの頃ではなく12月くらいにスタートするのがいいのかなと分かりました。12月にスタートするっていうことは、もうその分11月の終わりくらいからだんだん気温が冷えてきて、球根がもう寒さに当たっている状態になってるんですよね。だから12月スタートにするとうまくこうやって全部きれいに咲いたのではないかなと思いました。ヒヤシンスの球根ってすごく私は大好きなんですけれども、ネットに書いてある情報だと冷蔵庫に入れた方がいいとか、暗いところで育てた方がいいとかいろいろ書いてあって、正直なところズボラガーデニングな私にとってはちょっとめんどくさいなって思ってたんですね。冷蔵庫に入れるのもなんか忘れそうだし、しかも冷蔵庫に入れたところで入れたことすら忘れてしまいそうだしっていうことで、そのまま育てられたらなっていうふうに思ってたんですけれども、今回の実験で12月にスタートすれば特に何もせず室内保管で明るい場所に置いたままでも問題なく咲くということが分かりました。まあ、ほんとズボラにとっては嬉しい限りですね。今度ヒヤシンスの球根の水栽培をする時の参考になれば嬉しいです。ぜひ12月スタートでやってみてください。ミューニワチャンネルでは今後もズボラくらいがちょうどいいをテーマに、簡単にできるガーデニング情報をご紹介していきます。この動画が参考になったらぜひチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。